岡部千勝は、江戸時代前期の武将、大名、通称は左京。美濃国大垣藩の第二代藩主、張間国立の藩主、摂津国高月藩主、泉国岸和田藩の初代藩主。藩位は、十五位下、美濃守。岸和田藩岡部家二代。岡部長森の長男として誕生。若い頃から自由に優れ、慶長19年の大阪冬の陣では、 父と共に出陣して天間口の戦いで武功を挙げた。翌年の大阪夏の陣においても出陣して、武功を挙げる。寛永三年、徳川家光の上落に随行する。寛永九年、父の死去により、家督を継ぎ、父の最後の領地であった大垣藩の藩主となる。しかし三ヶ月後の翌年三月十九日、針馬達野藩へ移法された。寛永十二年三月には、 高月城カバンとなり、翌年6月23日に、その関係から、高月藩主として転身する。官営17年9月11日、8800国家族の上で、泉岸和田藩主となる。しかし、全領主の松平康重、松平光栄らが従税を敷いて、悪政を行っていたことから、松平氏が違法されて新たに領主となった、千マサに対して領民が、 豪素や一揆を起こそうと加え立てた。これに対して、千マは武力は使わず、領民の代表者の意見や求情をよく聞き、減税などを受け入れることで未然に一揆が起こることを防ぎ、前世に尽くした。これにより、松平氏の悪性からかなり改善されたと言われている。千マは、岸和田城の石垣武神、城郭の整備などによる城の増築や、社寺の建立、 民生に尽力して、反省を確立した。漢文元年10月27日、この雪高に家督を譲って隠居し、以後は悠々自適の生活を過ごしながら、漢文8年10月19日に72歳で死去した。母書は、大阪府岸和田市の泉光寺。反省の確立や先生を敷いたことから、名君と称された。また、徳川家光からの信任は、特に厚く。 千マサルが岸和田に敗されたのは、黄和歌山藩の紀州徳川家を抑えるためであったと言われている。若年時に茶の湯を古田織部に学んだ茶人であり、織部流第一の門弟と言われた。ありがとうございます。